どうチャレオスということで、今日なんですけど、ランディからですね、21年 SS のファースト来ましたので、ご紹介しようかなと思います。はい、今回ですけども、入ってきたのはね、ジャケットですね。アウター、2型ですね、それぞれ2色ずつでございます。まずこちら、これ今季、僕一番推しかなという、まぁ、ちょっとこのジャージっぽいトップス、ブルゾンなんですけどもね、これ今季僕一番好きでした。それがまあ一発目に来たんですけど、ちょっとね、後でね、来てご紹介するんですけども、これね、結構いいのが、まずね、このブラウンの、ブラウンですね、ブラウンの方は、これわかるかな？玉虫なんですよね。でね、確かね、これね、青とかが入ってたんです。青とオレンジとかだっけな、なんかね、ちょっとね、あんま見たことないような玉虫なんですよね。で、かつ、これね、こうやって見ていただいたら分かると思うんですけど、ジップが斜めに走ってるんですね、ジップが。ウィーンみたいな。斜めに走っておりまして。で、これがまあ後で着るんですけど、着た時にね、ちょっと、より際立つのと、あとは、まあ、これ今、ジップちょっとこの胸元までしか上げてないんですけど、これ上に上げてもちょっと面白いということで、まあ、それちょっと後で着てご紹介しようかなと思うんですけど、これ、だいぶいいっすね。僕は好きですね。なんですけど、まあ、ちょっとこの辺のディティールはちょっと、ね、テーラードっぽい感じのジャケットっぽい感じで、なんかね、いいバランスなんですよ。いいバランスで、これがまあこの玉虫のブラウンとブラック、そしてもう一個ジャケットが、はい、こちらですね。まあこれはちょっともうちょっとテーラードっぽい、テーラリングベースのジャケットですね。ちょっとピークドラペルっぽいかな。ただね、これまあこれも着るんですが、袖がね、なかなかユニークなパターンしておりまして、すごいね、独特なフォルム、うん、ちょっとボリュームを持たせたようなね、袖になっておりまして、これもなかなか、はい、らしい感じのね、なんかね、これ何枚袖 ?4枚袖くらいなのかな、4枚袖くらいになってて、うん、なかなか見たこともないようなパターンでございます。はい。そんな感じでございますんで、じゃあ早速ちょっとこのね、ブルゾン、はい、からちょっと着ていこうかなと思います、はい、このブラウンの、なんかさっきブラウンドって言っちゃうんですけど、ブラウンの、トップスですね、ブルゾンジャケットを着てみました。どうでしょうか。最初に言っておきます、こちらサイズ2ですね。サイズ2で、お値段が5万5000円でございます。サイジングシルエット的なとこを言うと、これちょっとシルエットがね、面白いんですけど、ちょっと着丈が短めかな。で、胴回り、ウエスト回り、この辺は割とすっきりしてるんですよね。すっきりしてるでしょ。なんですけど、これも袖が、袖これパターン一緒でしたね。袖、こっちのジャケットと一緒でした。袖のパターンがね、ね、この腕の辺にだいぶこうボリュームがボーンときて、で、袖に向かって、袖先に向かってね、ちょっとこうシェイプされてるんですけど、なかなかこのボリュームの付け方がすごい立体感があるというか、結構なんていうんですかね、膨らみというか、うん、でこうやって腕をこう、ね、閉じてこうやってると、ちょっとこう丸っぽい感じ、わかります？ちょっとこう描くような、円を描くようなさ、シルエット、前から見るとね、うん、ちょっとこのバルーンシルエットみたいな、バルーンスリーブっていうか、なんかそういうのがあるのかどうか知らないですけど僕は今思いつきで言いましたけど、ちょっとそういう感じの面白いでしょ。だからこの身頃ね、身頃のこのパターンとこの袖のメリハリがすごいついてるんですよ。だからね、パッと着てみてもね、このユニークなこのシルエットでだいぶ攻めてるなっていう感じですね。で、さっきも言ったように、ちょっとね、ほら、ジップが斜めに走ってるんですね、ジップが。これちょっと襟立ててね、これ上までやってみると、よりこう、はい、こうなるんですよ。こうやるとよりちょっとスポーティーな感じですよね。ちょっとジャージっぽいというか、ね、ちょっと面白いですよね。独特のバランス感。でも、着やすいですよね。非常に、色的にもそうですし。はい。もうさらっと着てみたいな。羽織ってみたいな。面白いですよね。でポケットのこの辺はね、ちょっと、まあ、ここにダーツとかも入ってますけど、うん、綺麗めなテーラージャケットっぽい感じ。まあ、ちょっと開けてみますか。ね、前開けるとこういう感じ。
まあ、前やけどもうちょっとこうカジュアルっぽい感じの、うん、なんか見え方になるかな。でもまあ斜めに走ってるんで、この襟の感じが面白くないですか。襟の開きがさ、ね、左右対称じゃない感じで、ちょっとこういう感じ、襟の形が、これもちょっと面白いな感じです。でまあ裏地も、まあ、総裏で入っておりまして、この表の生地はね、これコットンです。コットンなんで、そうそうそう、まあ本当さらっと羽織るみたいな感じですね。春アウターって感じ、結構ねいいなっていう。なんかね、こっちの黒か、黒、これは本当真っ黒なんですけど、真っ黒なんですよね。で、あ、こっちはねウールなんだわ。そう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 、こっちウール、こっちウールで、こっちはコットンなんで、ちょっと素材違うんで、気をつけてください。ブラックの方はウールなんで、少し生地感が違います。はい。なんかね、ウールなんですけど、どちらかというと、ちょっとこう、ジャージっぽいウールの素材なので、まあなんかスーツで使われるような、なんかああいう感じとまたちょっと違う。でもすごい上品な見え方ですね。うん、こっちの方が少し光沢もあって、そうなんです。でもまあ、お値段は一緒なので、お好みって感じです。こっちはちょっと玉虫でね。少しこうトリッキーな感じ、はい、こっちはウールなので注意してください。なんかアイカ君は久しぶりにこれ自分で自分の分買ったとか言ってましたね、はい、アイカ君着るらしいです、デザイナーの、はい、黒の方は、はい、そういう感じらしいです。なかなかいいんですよね。でね、これ追ってなんですけど、パンツもセットアップでの、友字のパンツ入ってきますので、それはまあちょっとお伝えしておきます。なかなかいい面白い生地ですね。はい、ということで、じゃあ、こっちのジャケットの方を着てみようか。はい、どうでしょう、ジャケットの方です。着てみました。はい、最初に言っておきます。こちらサイズ2でお値段7万5000円でございますね。どうすかね、やっぱこの袖すごいよね。袖すごくないですか、このシルエットパターンというか。ねえ、なかなか変わった、見たことないですもん。ここにこんなひし形みたいな感じで始まった袖のここみたいな、これはまあまず他のブランドではね、なかなか見ることのできないジャケットになってるなみたいなまあ袖ですね。で袖でまあこれもね、まあ、こっちのさっきのこっちのジャケットね、ブルゾンと同じで、まあこの胴の方、身頃の辺は割とこうシュッとしててね、この袖とのコントラストがすごい、まあ、こう腕をねダラーンと下に下ろした時にちょっと丸っこい感じ、円を描くようなシルエットになるっていう。はあ、攻めてますね、攻めてるね。はい、かっこいいっすよ。うん、でね、肩パッドは入ってないんで、そこまでこうカチッとしてるというよりは、割とこうちょっとリラックスっていう感じで着れる、ジャケットですかね。で、こっちはね、生地がコットンなんですよね、綿の方で。ちょっとこうヘリンボーンっぽい感じかな、ヘリンボーンっぽい感じのブラウンとオレンジとちょっと白っぽいのとか、いろいろこうミックスされてるような生地感でございまして。で、まあ裏地もね、ランディって裏地がね、いつもなんか色使いが面白いなと思うんですけど、はい、こっち黒の方ですね。黒の方はこれ、多分この一つ生地一緒ですね、生地一緒ですね、はい、生地一緒でございます。お値段はもう一緒、こっちとね、そんな感じ。やっぱこっちの方がよりジャケット見えはするかなって感じ。まあ両方綺麗めな感じなんですけどね、すごいね、うん、な感じですね。どうでしょうか。これも友字のパンツ入ってきますので、ね、セットアップでの、はい、着用も可能でございます。はい、そんな感じでございまして、袖のシルエットとね、こう全体にちょっとフックがあるようなアイテムでしたけども、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひともチェックしていただきたいなと。基本的にサインレックはございませんので、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。では